イメラジオ第6940回、今日は令和6年10月27日日曜日です。時刻は午前9時。岡山美作は日が昇りつつありますね。東の空です。里山は日曜日でとっても静か、音が全然しませんね。まあ横浜港北と比べる方がおかしいというものでしょう。川の音だけが聞こえてきます。中国産地の水はとっても美味しいですね。水道の水を飲んでも浄水にしなくてもすごくきれいな水です。さて今回は、飯山あかりさんの言論は選挙に影響するのか、こんなタイトルです。今日は衆議院議員選挙の投票日、私は期日前投票でもう済ませましたが、リスナーの皆さんいかがでしょうか。もしまだやってないという人は、今日投票日ですから、ぜひ投票所に足を運んで、それぞれのご意見を投票用紙にお書きになってください。さて今回の選挙で一つの目玉は、初めて国政選挙に本格的に参入する日本保守党、まだ政治団体なんですけど、この日本保守党がどこまで伸びるのかという、これがメディアでも注目されているし、この夢ラジオでも話題にしてきました。しかも今回その日本保守党を取り上げるとき、なんといっても欠かせないのは飯山あかりさんの言論だった。これについて反対意見をおっしゃる方はいないんじゃないでしょうか。飯山さんこそ日本保守党にとっての最初の国政選挙、すなわち春の15区補選において、その期待を一身に担ってお出になり、そして非常に頑張っておられたと思います。選挙の前1ヶ月前から朝から晩まで辻立ちをして、あの飯山の頑張りには嘘はなかったでしょう。ところが今回の衆議院選挙が始まる頃と同時に、そして日本保守党がその候補者を発表すると同時に、飯山さんがこの日本保守党の内実を暴露という感じで面白いシリーズを上げ始めました。まあエンタメとして見てくださいという、そういうノリのシリーズなので、この夢ラジオでも、まあ、話しやすいテーマとして何回も取り上げ、そして今日の投票日を迎えました。さてその飯山さんの言論なんですけど、どう見ても日本保守党を批判する内容であるのは間違いありません。つまりあの飯山さんのシリーズを見て、よし日本保守党に投票する気になったという人はいないでしょう。ですからまあ一般的には日本保守党へのマイナスな影響というのが考えられそうです。それはゼロではもちろんないと思います。やはり飯山さんご自身はいくらエンタメとはいえですね、やっぱり彼女のエネルギーをかけた、そういう15区補選だったのであり、そこで彼女が見聞きした、それはとても彼女を失望させるものでもあったわけです。しかも15区補選だけでなく、その後の、つまり選挙後の百田さんおよび有本さんの飯山さんへの対応っていうのも、非常に飯山によると疑問の残るものであった。だからこそ今こういう放送をしてらっしゃるわけですよね。この飯山言論が選挙にどう影響を与えるのか、つまりこれで日本保守党の票は減ってしまうのか。ある程度飯山さんは、まあ、ちょっと冗談っぽく放送はなさっていても、それを狙っているような節もあります。皆さんが投票しようとしている日本保守党はこんな党なんですわよ、という、こんなノリでしたね。
一方でですね、参政党へ の、 プラカ隊のような恨みのこもったですね、ベチョベチョの、ほんとベチョベチョですよね、参政党のプラカ隊って。ああいうのとはわけが違い、なんかアハハッと笑い飛ばせる、そういうものでもありましたよね、飯山さんの言論って。だからこそエンタメなんだ、エンタメだったんですが、これは結論言うと、その影響は限定的だろう。つまりそれほど日本保守党に対してマイナスにはなってないんじゃないか。日本保守党のコアな支持者たちは今回のこの飯山言論を聞いても、それで何か自分の日本保守党への賛成をやめたり、あるいはその日本保守党をこれからもう応援しないとか、そういうふうな行動にはならなかったと私は見ております。何度も言いますが、あくまでもエンタメなんですよ。また飯山さんにしたところでですね、その日本保守党への投票をやめろみたいな、そうはっきりとした発言はしてなかったですよね。言ってたのは、彼女が言ってたのは、日本保守党ってこんな場所なのよっていう。だ、その意味においても、常年のやはり恨みのこもった、ああいう日本保守党への投票をやめろっていう、あれともまた違う。だから参政党のプラカ隊といい、常年司の日本保守党ディスといいですね、まあああいうのは非常に聞いてて気色が悪いわけですよ。あるいは見てて気分が悪いわけです。ただし、飯山の場合はですね、まあうふふと言いましょうか、どっか憎めないというんでしょうか。飯山さんご自身は、まあ、日本保守党でとんでもない目にあったと自分は思っていい。そして百田有本は嘘つきだということをずっと主張されているわけですけど、最終的にはそのこれを聞いて判断するのはあなたですっていう、この姿勢があるところが、まあ最後救いと言いましょうか。それに対してプラカだの常念だのというあのラインの者たちは、もう自分の支援そのままにですね、結局邪魔しようとしているわけですよね。似てるようでいて全然違うような気が私にはします。飯山による、一連のシリーズ、これで日本保守党がものすごいダメージを受けたということはないんじゃないか。まあ今日の選挙結果を見なければ分かりませんが、まあ私はそう思います。2議席以上日本保守党が取っていたら、まあこのように言ってよかった。もし4議席5議席いったとしたら、飯山さんのあのシリーズがむしろ日本保守党に貢献したのかもしれない、こんなふうにも思えてきますね。一見妨害という点では似たように見えても、その心根というか日頃の行動というか、それがやっぱり最終的には結果に全然違う影響を及ぼしていくんだな、人への影響も全然違う影響を及ぼしていくんだなと思いますね。何度も言いますが、べっちょりした支援はもう見てて気色が悪い。これはリスナーの皆さんと共有したいと思います。今日は投票日です。